今日はですね、ウクレレの収納に使えるちょっとしたグッズをクイックに自作をしてみます。まずは100均で組紐を買ってきてください。長さはだいたい30センチに切ってください。そしたら両端を輪っかにします。つまりこう少し折って、で簡単ですよね。うん、輪っかの大きさは、まあ、指が1本通るか通らないかぐらい、うん、2本通ると大きすぎます。まあ、小指が通ればいいかな。反対側も作っていきます。最後この真ん中のところにも輪っかを作っていきます。容量は同じですね。はい、輪っかの大きさはこの端っこに作ったのと同じぐらいで大丈夫です。どうでしょうか、皆さんできましたかね。うん、ご自分でやった時に同じようにできたでしょうか。 Y の字型になるんですよね。うん、実際に使う時はこう向きが逆でこういうふうに使います。人の字型にして使っていきますね。ところでオランジーナのフレンチスパークリングっていうのがあって、これ美味しいですね。うん、甘さ控えめで、まあ、多少カロリー入ってるんですけども、うん、これ美味しいです。ちょっとリピートしちゃいますね。でどう使うかなんですけれども、伊豆のテナーですね、ペグのですねボタンにこんな感じでかけてきますね。そうするとこの真ん中に、フックができるっていう、こういうことです。例えばこういうフックがあればこんな感じでぶら下げられると。洋服のハンガーなんかと一緒にこうね、クローゼットにかけとくっていうしまい方もできるんですよ。で今回もできるだけコンパクトに作りましたので、普通にこう使ってても邪魔になりません。裏こんな感じですね。うん、多少そのアクセントっていうか、うん、なんかデコった感じがしないでもないですよね。派手なのがいいっていうのはそういう意味で、うん、ちょっと自分の好みのカラーに合わせて作っていただければ、ちょっとしたこのねウクレレを飾り付けみたいにも見えるという。どうでしょうか、あのウクレレの本数が増えてきた人、あるいはウクレレスタンドをまだ買ってなくてですね、こうテーブルの上とか、ベッドの上にこうね横たえてるなんていう人いると思うんですけども、ちょっと間違って踏んづけちゃったりとか物を落として壊してしまったりって場合もあると思うんですよね。うん、使い終わったら、こういうフックをかけて、例えば壁でもいいですよ。うん、かけておく、取り付けてみたらいかがでしょうか。5分あれば十分できちゃいます。おすすめですよ。